駅をパーキングエリア、まあ、さっきの富山のところみたいな感じでですね。あ、一応ソフトクリームと焼きそばとか売ってるようなあの通り店みたいなのがあるんですね、売店。売店というか店みたいな感じでしたね。それが裏。ちょっとだね。反対側の半島だよ。ちょうどね、折り紙でパチパチって四つ折りにしたらちょうど反対側にちょうどあるの半島だよ。袖ヶ浦って言ったらだって房総半島だもんね。袖ヶ浦って言ったら遠いね。うちらも何だったっけ、姉ヶ崎に来ましたよね。あれ動画で上がってたっけ。あの時結局あんま動画回してないんだよな。うん、友達と言ってたんですけど、あんまり動画がね、出れないあれだったんで、ちょこちょこでセルフで回しとったんやけど、使ってないんだよな、あんまし。経路が見つかりました。元外山街道石川県道60経由なら半分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。しねえぞ。しねえぞ。分かってるよな。それ絶対まだ有料の方じゃん。あ？あゆみ川。ああ、さっきのあれのところへんなのか。はい、ピコーンって言いやがったな。勝手になんか、勝手に、俺は何もしてないのにタップしたことにしやがったな、これ。あ、やってるね。そういうことで。はいはいはい。これは、宝達川。宝達川。海なし海、ちょっと下の方走って海見ようか。高松サービスエリア、そんなに長くいるかな。一回チラッと降りてみて、全然ダメそうだったら元に戻ろう。ここからまた戻った、乗せたらな。およそ150メートル先、右方向です。右方向です。続いて、右方向です。金沢方面です。すぐに入れていく、ね、すぐに入れていく、ね、続いて合流します。 1.5 キロ道なりです。またついつい、いつもの癖、フライト、ま、フライト道を変えてしまった。ああ、やってしまった。ああ、そうや、落ちたところがちゃんと金沢の方に行く道かどうかなんて確認してなかったな。降りる気でもいなかったし。あっとっと、浜の方は見れるんかなと思ったけど、おっとっと、なぜなんで。またやったかこれ。あ、やったかこれ。あー、やったかなこれ。代わりのルート見つけれてないもんね。
やったかな、これは。やっちまったかな、これは。およそ400メートル先、道なりです。道なりなんだ。これは、そういうことか。どうにもしたれないよパターンかな、パターンかな、そういうことかな。やっちゃったかな、これ。やっちゃったな、やっちゃったかな。道なりです。続いて右方向です。いやちょうちん屋さん、右方向です。続いて右方向です。そういうことね。いやいや、曲がれんよ。およそ100メートル先、右手前方向です。右手前方向です。続いて右方向です。斜め左方向です。およそ200メートル先、左方向です。これはもしかしてもこの道はどうやったって絶望的ってことなのかな、そういうことかな。左方向です。続いて左方向です。あ、左行ったらあれだよね、これ右行った方のが金沢には近づくよね。 1.5 キロ道なりです。なるほど、これは全くもって降りない方が良かったパターンかな。あー、やっちゃったかな、やっちゃったかな。あーでも案内出てきた、出てきた。あ、金沢方面出てきた、よかった。なんだろう、これ一応国道なんだ。宝達さん年電費どうり魚定食、どこにあった店、店のかけらも見当たらんかったけど、麺電、麺電、麺電、いい、国道沿いならと、まずさ途中にお店があるさ。時間的には全然余裕だし、夜中までちょっと仮眠とって、また夜中の2時くらいから走り出したら、まあそれなりに進めるでしょう。